皆さんこんこにちはレック専任講師の伊藤ですそれでは FP 資格の最高峰「CFP の魅力」というタイトルで cfp のガイダンスを始めまますすよろししくお願い,いたしますこのガイダンスはですね2022年の6月 CFP の試験ここを受験を目指してですねこれから勉強を始める方あるいはもうすでに勉強スタートしている方もいると思いますけれども CFP 試験の内容についてこれからしばらく時間を使ってですねお話をしていきたいと思います。 途中ですね資料の方も画面の方でも適宜お見せをしていきます資料が手元にある方はその資料の方も参考にしながら聞いていただきたいと思いますえこの CFP の試験ですけれども今今回ですねこのガイダンスを聞いていただいている方ご覧になっている方がですねまあどの時期であって今がどういう時期なのかということによってもその準備の方法ここは一つ違っていくと思います もう試験が間近に迫っているという方もいらっしゃるかもしれませんしまだこれからですね勉強を始めるあるいはどの科目を受験するか決めるという段階の方もいると思いますね。いずれの方であってもですねまず最初にお伝えしておきたいことそれはですねこの CFP 試験合格をするためにという中の一つ目のキーポイント。それれはこれまで fp の試験 例えば2級の試験合格のために頑張ってきた覚えてきた内容これをですね確実なものにしておいていただきたいと思います2級までの試験というのは学科の試験と実技の試験ということになっていましたので科目をですね、まあ、言ってみれば総合的に勉強してそれを試験をするという内容だったんですところが cfp の試験になると科目別で試験が行われて科目別に合格をしていかなくてはいけないのでやはり 苦手な科目などがあるとなかなかその科目の合格これが難しくなってしまいますそこでまず最初に必要なことは今まで覚えた内容ということをきちっと振り返って自分のものにしておくということが大切になっていくんですね FP の資格制度少し複雑な部分もありますけれどもその資格制度の中でこの CFP 資格というのはその最高峰であるというものになりました今まで 三級の FP、そして二級の FP ということで、その学習、それから合格を積み重ねてきた方にとって、ここからもう一つステップアップをして、そしてその上級の資格である CFP の合格をぜひ目指していただきたいと思います。そのために必要なのが一つ目としては、今まで覚えたことを確実なものにしておくということ、これを最初にお伝えしておきたいと思いますね。その上で今回のガイダンスでは、 そのののの CFP 試試験験に向けての資格の精度度あるいは試験の精度この辺りについて最初にお話をしそしてその後はですね試験のスケジュールも決まってきていますからその試験のスケジュールに基づいた勉強の方法などそして講座の活用ということなどを含めながらこのガイダンスの方は進めていきたいと思います。えまず資料の方ですねちょっと画面の方を切り替えていきますのでその資料の方を見ていきましょう。 こういう形でまず最初資料1ページ目のところ資格制度についてお話をしていきたいと思います最初のところにですね一覧表になっているところがあってその中の一番左のところに CFP というところがありますねこの CFP この受験をするために必要なことそれが受験要件というところに書かれているんですがこの AFP の認定者であるということこれが CFP 試験の受験の要件になるんです ですからまず、まあ、今回初めて CFP の試験を受験しようという考え,る考えている方にとってはこの受験要件を満たしておかなければならないということここをまず1点目の注意として心がけてください。じゃあ AFP の認定者というのは、まあ、これどうやってなるのかということちょっと簡単に振り返っておきたいと思いますが FP の資格試験には2級 FP 技能士というですねこの技能検定というものがあります。 この2級の技能検定、これとこの AFP というのがですね、まあ、言ってみれば共通点、ここ非常に多いんですね。で、この2級の試験を合格した方、多くの方はすでに AFP の認定者になっている方だと思います。ただ、中にはですね、2級の FP 試験には合格はしたけれども、まだ AFP の認定を受けていないという方、仮にこういう方がいるとですね、その中で必要になってくるのはこの、 隣にあります認定研修の修了ここが必要になってくるんですねこの認定研修の修了というのは具体的には2級の講座などの中で提案書の作成などをしてそして提出あるいは提案書合格そして終了ということがあったと思いますその提案書を作成提出した終了というのがまあ、いわばこの認定研修の修了になるんですね 認定研修の終了してそして2級の fp 試験に合格をするこれが afp の認定者であるということにつながっていくんですこの認定研修の終了が終わっていないという方はすなわち afp の認定者にはなっていないと思いますからまずこの段階でですね afp の認定者になっているかどうかということは再度確認をしていただいてでそれが CFP 試験の受験要件であるということも覚えておいていただきたいところですではこの AFP の認定者にまだなっていないという方にとって2022年の6月の CFP の試験を受けるためには認定を受けなければいけませんその期限というものも決まっているんですねこれは詳しくは日本 FP 協会のホームページの方にも記載されていますが 2022年の4月の20日まで、4月の20日までに FP 認定を受けるための登録申請これを行わなければならないということになっています。仮に2022年の1月の二級の FP 試験ここに合格をし、3月になってその合格だということを得た方にとっては。 その後すぐにこの AFP 認定者となるための登録申請これを行っていかないと6月のの CFP 試験の受験受ができなくなくってしまいまいすそれ以前の2級試験でも合格は終わっているけれども AFP の認定が済んでいない方は4月の20日までがその登録の期限であるということを少し覚えておいていただきたいと思いますね。このようにして AFP の認定者になった方がその CFP の受験要件を満たすということになりますもう一度資料のですねこの資格制度の方にちょっと戻っておきましょうそれ以外の部分についても少し触れておきたいと思うんですが CFP と AFP というですねこの日本 FP 協会が認定をしている資格については資格更新2年ごとの資格更新が必要ということになっているんです この部分についても国家資格である1級から2級そして3級という部分の資格とは少し違いがありますこの資格更新を必要とするというのもこの CFP や AFP の認定者にとっての非常に大きなプラスポイントと言ってもいいんですねこの CFP の資格というのはその試験に合格しただけでは認定者になることができないんです CFP の認定者になるためには4つ 課されている内容がありますその4つの質疑の1つは試験ということで試験に合格をするということはもちろんなんですがそれ以外に一定の教育を受けるということも必要なんですねこの資格更新をするためには継続教育これを受けるということが決まっていますそしてその継続教育を受けるためには一定の単位という形での数をですね 取っていいいかななけければいけないんですがこの AFP の認定者に既になっている方にとっては1 2年間この更新をするための2年間の間に15単位ここれを取得すするるととといいいうことが決ままっていると思いますねつまり AFP 認定者になって CFP の受験をこれから控えている方にとっては今何らかの方法で更新するためにはこの15単位の取得これを続けている方もいらっしゃると思います。 そして CFP の認定者になった段階では今度は資格更新のためには2年間で30単位が必要だということになっていくんですねこの CFP 認定者になるためには試験の合格そして継続の教育さらにはこれは後ほどまたお話をしていきますが経験と呼ばれている実務経験であったりあるいは認定者となるための一定の教育の段階での倫理 これを守っていくということも課されているんですね CFP の認定者には4つの課されている項目があるんだということもこの段階でも少し押さえておいていただくと良いと思いますそしてこの同じ資料のですね下のところには CFP の会員数等の推移というものが載っています現在 CFP の認定者はおよそ2万4千人というのが国内ということの人数になっているんですが国際資格であるこの CFP アメリカですね米国ではもう10万人に到達するという人数での CFP 認定者がありそして日本や中国においてはその次の人数として2万人を超えた CFP 認定者が現在活動してていいいるととうことになっています次に資料の2ページの方に入って試験制度についてお話をしていきましょう。 まずは試験制度試験概要というふうに書かれている表の中でその試験の日程のところですねこれに注目していきたいと思います2022年の6月の試験は6月の12日それから6月の19日この2日間にわたって行われるということが決まっているんですねでこの2日間の日程、まあ、これが試験日であることは当然ですがこの受験をするためにはではまた 注意しなくてはいけない点としてはじゃあいつまでにその試験の出願をすればよいのかということですつまり試験の申し込みをしておかないとこの受験は当然できなくなってしまいますからその期限これは5月の9日ということになっているんですねこの両日の試験これ共通ですけれども5月の9日までには 受験の申請ですねこれを行わなければいけないということも決まっていますからこれも留意していただきたいところですそしてこの5月9日というのはインターネットによる出願ということになっていますから書面での出願ということになればさらにこれよりも早い時期ということになりますこの出願期間というのも決まっていますから詳しいところはやはり日本 FP 協会試験団体のホームページも確認していただきたいですね そして試験日程がこの2日間、この12日と19日という日付の欄のその左側のところに科目、ここが並んでいますね。この科目について、まず第1日目とある6月12日では金融と不動産とライフ、そして第2日目となっている6月の19日ではリスクとタックスと相続、このようにそれぞれ3科目ずつ行われていきます。 試験の細かな点については各科目試験時間は120分ですねで、この120分という試験時間でじゃあ問題数はというと50問ですこの50問の問題を各科目120分つまり2時間で回答するということを試験時間として決めているんですねそしてその出題の形式については4択ですつまりマークシートで 回答を記入するという方式ですけれどもその4つの選択肢の中から回答詞を選んでいくという方式これが50問ということで構成されているんですね2時間で50問の問題を回答する一定の合格の基準というのがその下のところにありますがやはりこの段階でまた留意いただきたいのは非常に限られた試験時間の中で多くの問題を回答していきますからやはり最終段階仕上げの段階に入った時にはより 一問にかかる時間これが短くなってですね回答を出していけるように繰り返し仕上げて訓練をしていっていただきたいところですそしてこの科目がこのようにそれぞれ3科目ずつ日程が決まっていますそこで初めて CFP の試験を受験するという方にとってはではどの科目の受験をするかここがまず最初のポイントになるかもしれないですね この科目をどれを選択するか受験するかということを決めていかないと当然学習のスタート勉強を始めるということもできないかもしれません自分は今回この科目とこの科目を受けようとこう考えれば当然その科目の勉強のスタートということになっていくんですねそこでこの科目選択ですねこの6つの科目がここにあるわけなんですがこの科目選択について少しお話をしていきたいと思います まず科目選択をする時のですねじゃあどうやって選んでいけばよいかということ、まあ、これいろいろな方法があると思うんですが一つですねここで科目選択のヒントと言ってもいいところですけれどもやはり合格をするこれによってモチベーションが上がってさらに次の科目の合格を目指すということになっていくわけですから得意な科目ここから受験をするという順番を決めるというのも一つの方法だと思います。 その得意な科目がどれであるかということはやはり最初にお話をしたような2級ままででののの試験での勉強の際にもも気づきがあったかもしれませんそこで6つの科目の中から初めて受験する方が科目選択をするときには自分が得意な科目であったりあるいは好きな科目、まあ、興味を持った科目、まあ、いろいろな方法があると思いますがそういう科目を最初に優先的に選んで受験するということを考えてもいいと思います。 そしてまた違った方法としては今度は FP としてすでに実務を行っている方もいらっしゃると思いますし FP の実務はないけれども現在の仕事の関連ここに近い科目これを優先的に受験するというのもまた別の方法としては取り上げられるんですね。例えば不動産にに関するる実務を行っている方にとっててい方とはやはやり 不動産の科目を優先的に受験するとということも考えていいいと思いますこれは保険であってもそれから金融であっても同じことは言えると思うんですね。そしてこの仕事に関係性が深い科目を選択すると同時にもう一つは他の資格を保有しているという方にとってはその他に保有する資格との関連性の強いもの。 これを優先的に受験すす。るとといいうののも、ままた科目選択の方法だと思います例えば社会保険労務士の資格を持って実務を行っている方にとってはライフプランの科目をまず優先的に受験をしようそして税務関係の資格を持っている方であればタックスや相続という科目を優先的に受験しようということも考えてよいと思います。このように、興味を持っったた得意な科目であったり、 あるいは日常との関連の深い科目を受験をするということは当然そこではその勉強ののスピードも上がっって、てより合格への早道ととといいううことになっていくと思うんですね。ですから6科目を科目選択する段階ではまずこのようなところを一つ考えの中に押さえていただいてもいいと思います。そしてもう一つ考えておかなければならないのがこのの試験日程との関係なんです。もう一度この日程の表に戻しますけれども。 ここで金融ととと不動産とライフというものが1日目に連続して試験が行われます試験時間はそれぞれ2時間ですけれどもこの科目と科目の間にですね1時間の休憩時間というものが設けられているんですね。ということになると例えば金融と不動産を連続して受験をすると考えると2時間金融の科目の受験をし そして一時間の休憩を挟んで、次はすぐ不動産を受験するということになっていくスケジュールです。同じように不動産とライフの間にもまた一時間の休憩を挟むということ。となっていくとですね、仮に金融とライフを受験するということを一日目の選択で考えたときには、不動産の受験をしているその時間、つまりその二時間については、 若干のゆとりを持つ時間がこここでで設けられるんですねこのように連続して受験をしないというのもまたこれが科目選択の一つの方法かもしれませんつまり4科目の受験をしていこうと考えている方は金融とライフを選ぶそして2日目ではリスクと相続を選ぶこのようにしてそのそれぞれの日のちょうど真ん中に当たっている約2時間余りここをですね 次の科目への準備の時間に充てるということにもつながっていくことができるんですね科目選択は当然ながらその関係性の深いところを優先しつつ当日のスケジュールということも含めながら科目選択をしそして勉強のスタートを切っていただきたいと思います科目合格をすることによってその科目合格したものは次以降にですねすでに合格としてそれを保有し続けることができるので仮に 何回かに分けて科目合格をしてもその6科目の合格をした段階では CFP 合格者になることができるということになっていきますこの科目選択についてのですね今までの受験のデータというところをちょっと簡単にお話をしておきたいと思うんですが例えば2021年の11月の試験この辺りになりますと1万人を超える人が受験をしているんですね 数年前までは CFP の試験は1回の試験の受験者数は7000人から9000人程度でした。それが直近では1万2000人超える受験者ということになってきているんです。つまりまず受験者数が増えてきて、それだけ注目されている資格であるということは今でもないと思うんですが、ではその約1万2000人の受験者がそれぞれ何科目受験をしたのかということをですね、ちょっと簡単にデータの方を見てみますと、 1> 1人2科目程度の受験になっているようですもちろんこれはすでに4科目を合格をしてその最後の2科目を受験するという人も含まれているということにはなるんですけれども平均すると2科目程度つまり初めて受験をする人にとっても6科目を選択できるけれどもその中から選んだのは2科目程度であったということが言えるんですね。この 科目合格をできる試験であるということこれを有効に活用してそして仮に2科目ずつの受験をしそれの合格を繰り返すことによって今後3回の試験で6科目の合格に結びつけるという受験方法も一つのやり方ではないかと思います。もちろん3科目を受験するあるいは4科目を受験するということで約1年というサイクルの中でこの6科目の合格を目指すと。 いうこともぜひ考えていていただきたいところですねそして次は合格率と合格基準この方に入っていきたいと思いますその下のところの一覧表を見るとまず合格基準という言葉がありますねここをちょっと注目していきましょうこの表はですね直近のものとしては2021年の6月の試験というものが載っていますまあ、今後ですね2021年の11月の試験 ここの合格基準あるいは合格率も発表されてくると思いますがその合格基準というところにですね数字が並んでいます。例えば金融28不動産32ライフ31とこのように数字が並んでいますね。この数字がそれぞれのその科目の合格基準つまりこの数以上正解することによって合格であったということです。例えば今マークをしたこの28という金融のところ。 問題数は全部で50問ですから50問のうち28問以上正解するとこの金融は合格であったということなんですね同じ試験の会であっても不動産であれば32問の正解が必要でしたタックスであれば33問の正解が必要でしたこのように一定の合格基準ではありませんがこの一覧表の中からも見えるように一つ前の2020年の11月の試験であっても およそ30前後といいいいうに言ってもいいかもかしれないですねそこで問題数は50問ですが過去の合格の基準のところを一つの目安に考えて30問を上回る正解数これが取れるようにこれから試験までに勉強を仕上げていくというのも一つの方法目安になっていくと思います。 ここには過去2回の合格率と合格基準が載っていますがこれを遡っていっても35、これを上回る合格基準になっていいることはないんですね。つまり50問の出題の中で少なくとも35問の正解ができればこれは過去のデータから見てもそこはもう合格を取れるというふうに言っても間違いないと思います。そこで50 35問問に対しての35問の正解を目指す。 すなわち7割を正解できるようにこれから仕上げるんだということも一つ心がけていただけたら良いと思いますそしてこの合格率というものがこの合格基準に対して決まってくるということになりますがおよそ30%台の中盤のところで合格率が決まっていっていますのでそのあたりも一つの参考というふうに考えていきましょうで、ただ一つまあ、これもデータ上からの注意点と言ってもいいと思いますが このように6科目があって,合格,率がて基準合格基準が全て公表されている中でじゃあ今回の試験で6科目の全てを受験しようというふうに考えるこれも方法論としてはあると思うんですね。つまりこの6月のの月試験験で科科目の全てを受験する科目選択はしないんだというふうに考えた。じゃあそれが果たして今までの合格率やあるいはデータの中からどういう結果になっていたかということですけれども。 例えば2021年の6月の月試験ちょうどここに載っている試験ですねこの試験の時に6科目出願した人は全受験者およそ1万2千人を超えたと言いましたけれどもそのうち人人余余りりだったんでですすわずか人余りですそしてその270人余りの人が6科目全てを受験したけれどもその中で6科目が全て合格した人はその1割。 27人だったんですね、まあ、非常に限られた人数であり限られた人数の合格者ということになりましたからやはりここは合格基準などが明らかになってはいるものの科目選択ができる試験なんだということここをですね活用してそして何回かの試験に分けた形で6科目の合格を目指すという方法をとっていく、まあ、これが一つの合格への早道ということになるかもしれないですね。 そしてその下のところを見ていきますと今度は資格制度についてもう一度ここにチャートが出てきていますねまあ、このチャートについてま2級3級の部分は割愛しますがこの中のですね最後の行に書いてあるところここだけちょっとお話ししておきましょう CFP6 科目合格者は1、e、級 FP 技能検定の学科試験が免除されるとありますねこれどういうことかというと上の表の中で CFP の資格審査試験という項目のところから矢印が下に下がっているところがありますこれ矢印が下に下がるとですねそこには1級の実技の試験というところにこれが届くようになっているんですねつまり学科の試験のところはその左側ですからそこを通らずとも CFP 資格審査試験実技につながってそこで右側に行くと1級 FP 技能士まあこの図で表していることが一番下の1行これと 当然共通点ですつまり6科目に合格をすることによって1級は学科試験免除つまり実技試験だけ合格をすれば1級 fp 技能士この資格も取得することができるんですねこの1級 fp 技能士というのは資料の最初の欄にもあった通り国家資格の中の上級資格にあたりますその国家資格の上級である1級と それから FP 協会の認定をしている上級資格の CFP の認定者この双方をこの段階で得ることができるようになるんですね。でその方法としてはまずは6科目の合格そして学科の免除こういう方法があるんだということも抑えていきましょう。逆の方法がありませんので一級の受験をし合格をしても CFP 試験の免除ということは全くありませんからこれは この矢印の方向についてのみ免除のことが行われているということも知っておいていただくと良いと思います次に三ページの方で学習方法の内容について入っていきましょう効果的な学習方法ということで三ページのところにありますまあこの学習方法について効果的というここにタイトルがあるのは この科目の名称をですね、ちょうど助けがけのようにしているということからやはり重複する項目があればその重複する項目については受験を共通の段階同じ段階で行って勉強を効率化させようということ当然これは間違っている方法ではありませんただこの六つの科目何らかの形で重複する項目というのはやはり出てくるんですねここには一例としてライフそれから金融とリスクの関係 それから相続とととリスクや不動産の関係いいうことを挙げていますただもちろんこれ以外についても例えば税金についてはそれ以外の科目つまりタックスの勉強内容というのはそれ以外の科目でも税制についての学習が必要になってきますからやはり複数科目の受験を考えるのであれば当然そこには何らかの相乗効果ということは出てくると思います。そのの上で科目の 学習方法について簡単なポイントを少しお話をしておきたいと思いますがこれはあくまでもですねその重複科目の相乗効果ということではなくてそれぞれの科目についての特徴について少しお話をしておきたいと思いますまず金融資産運用設計について当然各金融商品について全般的な知識これを押さえておくということは言うまでもありませんただそれ以外に cfp 試験のの金融の科目の中で必要にななってくる知識というのはやはやり情報収集なんです例えば国の制度あるいは日本銀行の発表した資料公表したデータなどこの辺りをですね十分に読み取る力これを覚えていく養っていくここが必要になってくるところです。ですから金融商品に関する問題そして計算をするということだけではなくて例えば メディアなどを通じた情報収集もぜひ心がけていっていただきたい科目なんですねそして不動産運用設計この不動産運用設計についてはやはり法令についてここが科目の中では中心になっていくと思いますですから建築基準法や地釈家法といったような法令を中心としてそこに付随する例えば調査項目あるいは税制 ここについて掘り下げていくというのがこの不動産運用設計の科目では必要になると思いますそしてライフプランリタイアメントプランニングですねこの科目はまずは社会保険の取り扱いここが中心になってくると思いますただ全体の問題数から見るとこの社会保険に関するところが約半分では残りの半分はというとその科目の名前にある通りやはり資金計画に当たるところです例えば キャッシュフロー表といったような最も FP としての基本項目ここもぜひおろそかにせずそして係数の関係する計算問題このあたりについても資材は品質ということになっているのでぜひ得点源にしていただきたいと思いますそして第2日目についての科目は今度はリスクと保険政法分野と損保分野 これから大きく分かれて出題がされていきますけどもバランスとしてはやはり政法分野にについいててののバランスが全体の6割程度になってくると思いますただ政法分野であっても損保分野であってもどちらも共通なのはやはり資料の読み取りです例えば保険の約款であったりあるいは FP としての保険の提案書そして保険の証券などこれを問題の中で与えられている内容を読み取って そして必要事項を答えていく、つまり資料を読み取りというところを学習の中では中心に心がけていただきたいんですね。そして次はタックスプランニングです。タックスプランニングは所得税が中心ということになっていきますが、やはり法人税や消費税の問題についても欠かさず出題がされています。ただ先ほどの他の科目との相乗効果を考えたときには、その所得税の内容というのは、 他の科目でも出題がありますから、ここはおろそかにすることがないように、この科目、タックスを使っての学習については、十分な時間を使っていただきたいところですね。そして、相続事業承継設計です。同じように、税金の計算、税額の計算ということはやはり必須になりますが、財産評価をした上での税制、税金の計算ということになっていきますから、相続税、贈与税を、 共通に考えた財産評価についても十分に抑えていきましょうそして相続は当然民法ここに影響を受けるわけですねですから民法の内容についてもその相続関連のところについては詳しく押さえていきますさらには事業承継についてもやはり時間を割いて学習をしておいていただきたいと思いますねこの各科目の勉強方法ということまあこれを簡単にお話をしましたけれどもやはり これもその分野が自分が二級までの試験の中で得意であったかあるいは少し苦手であったかということもし気づいた方がいれば科目選択の中の一つの参考にもしておいていただきたいと思いますそして資料の方に戻っていきましょう今度は三ページの下のところですその効果的な効率的な勉強方法などというところですけれども先ほども 合格基準のところでお話をしたようにやはり35問程度これがですね正解できるようにしておくということがここにもあるように合格ににととととっってては安全ラインいいいうことになっていくと思いますそして2点目のところこれ試験ということとそれから実務ということこの関係性をですね取り違えないようにしておかなければいけないんですね。科目選択をする際に例えば 実務に関わっている科目から優先的に受験をするということを先ほどお話をしましたただ実務で行っていることとそれから試験で出題される内容とのズレここはやはり注意しなければいけないと思います実際仕事で携わっているからあままり勉強時間少ななくてても大丈夫かかととといいいうことは決してないと思いますから仮にそうであったとしても他の科目と同じような学習の時間ということは設けていただきたいところですね。 そして三点目は改正点です2022年の6月の試験については2022年の1月1日これが法令基準日ということになりますからこの22年の1月の段階で施行されているその法令に基づいて試験問題が構成されるということですただここもですね少し気をつけなければいけないのはこれは試験団体のホームページにも書かれている内容なんですけれども この法令準備これ決まってはいるんですがそれと別の観点として例えば「試験問題に付随する自治的な問題など実務家として必要な知識知っておくべきことこれは出題の可能性がある」このように明らかにしているんですね。つまり法令基準日というのは最も基本となる内容ですけれども当然将来的に起きうる内容であったり あるいはこの1月1日現在では施工はされていないけれどももうすでにっていう内容があれば当然そこは知っておくべき自治的な問題だという解釈のもとに出題の可能性があるということになりますからやはり CFE の試験科目別の問題数多くなります少し幅を広げた学習ということの情報収集もぜひ心がけていただきたいんですねそして4点目のところ ここはは今度度出題頻度についてです。何度も出題される項目全く出題されない項目でここはその次に出てくる「講座の利用法」というところにも関わっていくところですけれどもやはり試験範囲が広い難易度が高いということだけにとらわれてしまうとやはり頻繁に出題されているところここがおろそかになってしまうことがありえるんですね。そこでまず大切なのは、 CFP のの内容にについてのインプットになります講座についてはこのインプットの講座を「受験対策講座」とこのように呼んでいるんですがここでは要点テキストこれを使用しますこの「要点テキスト」というのはですねちょっと今画面の方でもその見ていただきたいと思いますが、まあ、こういう形のですねこれタックスプランニングの内容なんですが CFP の要点テキストこれを受験対策講座では使っていきます。 でこのテキストというのはですねこれページ数にすると160ページ程度なんですねつまり160ページ程度ということでまさしくそのテキストのタイトルの通りですね品質事項この要点だというところにですねぐっと絞り込んだ形でこれが編集されているんですそしてそのテキストを使ったインプットの講義では当然試験の品質事項について十分な時間を取って掘り下げていきます ですからもうこの講座を活用するという段階では十分その過去の試験問題にピンポイントあった形でのインプットをすることができるということにもなっていくと思いますね。そして講座については今度はアウトプットの講座です。それを実践演習講座このように呼んでいるんですね。でこの実践演習講座についてはまず大きな教材としては直前の本試験問題です。 この直前の本試験問題というのは今回の6月の試験の講座ということになれば2021年の11月に行われた CFP 試験の本試験の問題この問題集を使ってアウトトプット講座これを行っていきます実際にその講座の中で問題を解くということよりもですねその解放のポイントあるいは注意点この辺りを講座の中でお話をしていくということになりますが。 直前の本試験問題だけということになってしまうとやはりそこには場合によっては限られた問題になってしまうかもしれませんそこでこの実践集講座についてはもう一度画面切り替えますがこういう形でですね、別に編集した典型問題集というものも使用していきますこの典型問題集というのは直前の問題だけではなくて少し遡った時期の過去問題 その中から文字通り典型的な問題を中心にやはり解放のポイントこれをお話していく実践演習講座これを設けているんですね。そしてこの受験対策講座それから実践演習講座いずれも通学で講義を行っているところもあります。あるいはウェブを中心とした通信で行っている内容もあります。ですからその 講座の活用方法というのはご自身のスケジュールに合わせた形で通学あるいは通信ということを選択することができるようになっているわけですね。今度は資料の4ページの方に移っていきましょう。<laughs> 最後のページについては、FP、ビジネスのの現状とと今後の展望という内容、まあ、ここについては参考までに見ておいていただいて。 この4ページはその下のところ CFP の認定制度について簡単にお話しておきましょう。CFP の6科目に合格をした上でまだそこでは知識を得たつまり試験の合格だということになってその後必要な項目があるんですねそれが4つの項目があると最初にお話をしましたが1つは倫理についてです。そのの倫理についてはこの CFP のエントリー研修これを受講することになっています六科目合格した後 e-learning を使ったエントリー研修でその実務家としての倫理を学ぶということがもう必要となっているんですねそしてもう一つが実務経験ですここにもあるように通算で三年間の実務経験というふうに書いてありますねで、この通算の三年間の実務経験というのはこれは合格した後ではありません そこにもあるように「合格前10年から」とありますからもう今の段階からこの実務経験これをぜひ積み重ねておいていただきたいんですね。で仮に合格をした段階で実務経験が全くないということになってしまうとそこには実務経験に変える研修を受けることも可能です。たただ今まででいいろろな意味で学習ししてててきた内容を使ってこのの FP としての実務 これを重ねておくというのがこの実務経験につながっていきますからこのエントリー研修の段階までには実務経験を積み重ねていくということもぜひ心がけておいていただきたいと思いますこの CFP の試験についてやはり過去問題などをあらかじめ見た方にとっては少し難易度が高いと感じる方もいるかもしれません あるいは科目別の試験ですからそれぞれの科目の問題数の多さということにも若干の影響を受けている方もいるかもしれませんただ時間を十分に使ってそして確立されたその勉強方法でより効率的に進めていくということであればその CFP の試験の合格ということは必ず取っていくことができると思いますそのためには科目を選択するあるいはどういう勉強方法をするか ということなどを含めて十分な計画をこれから立てていただきたいと思いますさらに試験の時期が近づいている方にとってはまたその段階で行っていく勉強方法についても各皆さん一人一人の得意の方法で進めて合格を目指していただきたいと思いますこの CFP の試験に備えたガイダンスという形でお話をしてきましたぜひまずは2022年の6月の試験で CFP の合格を得られるように私たちも応援していきますので頑張ってて続けていいいたただきたいと思いますそれでは2022年6月試験向けの CFP のガイダンスを終わります。